あー暑い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 、うん、最近さ寝るときめっちゃくちゃ暑くないですか。暑いね。でもさ、クーラーつければよくない。家のクーラー壊れちゃって。あー、あ、いいこと思いついた。バンバン研究所、あつとちおちです。こんにちは、えっちゃんです。はい、やっぱりね、夏といったらね、冷たい水でしょう。でも今からプール作るのめんどくさいんだけど。違うのだよ、プールを作るんじゃありません、ウォーターベッドを作るんです。え、はい、じゃあそれじゃあこちらを一旦見てください。はい、はい、じゃあ風をつけます。いきますよ、成功するかな。なにこれ、水が玉になってる。なんかスライムみたいに見えるね。動いてるでしょ。なにこれ、触って平気？大丈夫だよ。はい、こんな感じでですね、中心に集まっていくのが分かったでしょ。うん、今もうなんかこうやってピーって引っ張っていくと水がこっちに吸い込まれていくね。そう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 、これは何をしたかっていうと、こちらのタッパーを置いて、この周りに防水スプレーをしました。あー、周りは水を弾いてるけど、ここだけあれがないんだね。そう、だからなんかこういう四角い感じの形になってるんだ。そうです。そこで僕は考えたんです。こいつを巨大にしたら、あ、ウォーターベッドできんじゃないかな。できるかな。一回ちょっと移動して大きいところでやってみましょう。はい、というわけで防水スプレーを塗っていくわけなんですが、まあ、この下の部分は防水スプレーの部分 でこの2枚目のところは水が溜まるところにしたいと思います。それではありったけな防水スプレーがあるので、これをかけていきたいと思います。それではいきましょう。はい、というわけでですね、防水スプレーを、塗っては乾かしてを繰り返して、はい、3回ぐらいね。はい、ここは完全に、防水になったかと思います。はい、それでは水着に着替えたので、えっちゃん、はい、これを外してここに水を流してください。わお。じゃあね、ここに着色料入りの水があるので、はい、こちらをここに流していきたいと思います。おお、大丈夫かな。あれ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 、いやー、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、というわけでですね、先ほどは失敗してしまったんですが、今度はですね、直接床に防水スプレーをかけました。あとはですね、ブルーシートを取って、このドライヤーで完璧に乾かして、もう一回挑戦してみたいと思います。いいのかい？あー、なんかね、もうね、周りにシールドができてるね。もう失敗できん。ちなみに防水スプレーをたくさんね、室内でやるときは換気十分にしてください。はい、というわけでドライヤーで乾燥させました。ちょっと白いのはわかるかもしれないですが、ここは防水エリアでございます。今からね、何もしてないところに水を撒いて、そこをウォーターベッドにして入ってみたいと思います。よし、じゃあまずは、はい、ゆっくりゆっくり、そう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 、あー、いい感じじゃない、ちょっといい感じじゃない、ほらほらほら、そう、うわ、いい感じじゃない。はい、というわけでですね、まぁ、ちょっとね、端っこはね、もうちょっと強めの防水スプレー使えばピシャッとね、綺麗になっていたかもしれません。まぁ、とはね、ウォーターベッドができたので、せっかくなので体をつけようかな。よいしょ、あー、これはすごい、うわ、これはすごい、水は飛び出て、飛び出ていない、ほらほら、これこうやってね、もうしも、あー、やっちゃったって、戻ってくる、戻ってくる、そうそうそう、戻ってくるんだよ、こうやってね。この夏、ウォーターベッド、いいんではないでしょうか。どうですか？もうね、舌すげえひんやりしてて、うん、気持ちいいからね、えっちゃんも入るといいよ。いや、でもね、ほんとにね、気持ちいいよ、これ。冷たい冷たい。いやー、これすごくいいよ。だって跳ねてないでしょ、これ。そうだね、はみ出てないね。はみ出てないでしょ。寝てる間に、戻る。いや、超ひんやりしてるわ。まあでも、私はやんないかな。やんないの？はい、というわけでですね、僕の思いつきで防水スプレーを周りにスプレーすれば、ウォーターベッドになるんじゃないかなという思いつきでやりましたけれども、見事できましたね。できましたね。できましたできましたー。まあでも、はみ出た水が戻ってくるのはすごいなと思った。いや、本当にね、まあ、ウォーターベッドかどうか置いといてね。ということで皆さん、ウォーターベッドは自分でできるんで、ぜひぜひ。ダメです。はい、皆さんね、こちらね、床に浸透しちゃう可能性もありますので、真似しない方がいいと思います。真似しないでください。ということで、この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。皆さん、また次回お会いしましょう。またねー。またねー。